香港チャンネル。参院選挙があって、特番見てました？見てました。ちょっと、まあ最初2時間ぐらいだけですけど。もうほとんど見とるがな。そうですね。最初2時間でお前。まあ8時から始まって。ああ、10時ぐらいやろ、はい、ぐらいまで。見やすかったんっていうか、わかりやすいなっていうのはやっぱり NHK やな。あ、そうですか。あの、数字見るやん。はい、議席の数。やっぱり的確っていうか。はい、その前に、俺、社民党か、なんかは、はい、あの入れへんと思っててんけど、はい、あのよその民放で1ってすぐなってた。ああ、そうですか、うん、何やろうなと。結構ばらつくんですね、うん、僕見てたやつはもう蓮舫さんがもう危ないみたいな言葉って言ってて、おそうなのかって思って、ちょっと僕前のめりになったんですけど、もう蓋開けたら結構全然、まあ、まあ危なげなくはないですけど、うん、とって、あ、ちょっとこういうなんか煽りじゃないですけど、まあ、ちょっといじってるんかなとか。あ、そんなんあるじゃん。ますよね、うん、そんなんあるじゃん、うん、ほんまに。ただ、あの、8時に締め切るやん。はい、8時に締め切ってやで。はい、吐く前に8時終わった時点で、なんか当選確実とか出てるやん。はい、出口調査で、うん、その人らがみんなほんまのこと言うてんのか。まあ、嘘つく人も真ん中には。うん、いや、はい、でも、それってええの？やっぱり数数えてから出せやで。まあまあ、確定っていうのはそういうことですもんね。ちゃんと、そうやろ、数えてっていう、うん、出口調査って言うたって、どこまでやねんとか思うけども、興味ない？いや、ありがとうございます。酒飲んでなかったらあんまり喋れへんそんなことないです。でも、どうですか、あの、はい、結果としてはこいつには通ってほしくないなという人も、まあ、いっぱい通ったと思うんですけど、いっぱいおるよ、うん、でも通ってほしい人は、まあ、あ、通った、大間が比例でも、おい、めちゃめちゃツイッターで生稲さんをなんかな、あ、そうですね、かばうじゃないですけど、うん、だけど俺ちゃんとやりはるとは思うけどな。僕もそう思ってます、うんうん、あと中条きよしさんも通って、お前嘘のない政治って言うので、あ、いいですね、まあ、結構その、まあ、タレント議員っていうのは厳しい目でそれは見られるんでしょうけども、まあでもちょっと、まあ1年生じゃないですか、生稲さんも、まあ、ちょっとここからですよね、どう評価するか。ちょっと今の段階でこんだけ叩くっていうのはちょっと普通のことではないまあ、まあ、これまあおそらくですけど、その、まあ、結構山添さんであったりとか、あと山本太郎さんがちょっと当落線上ではないかと、まあ、事前に言われてて、まあ、その支持者の方がまあすごくネガキャンをやったんであろうなと思うんですけど、本当に思うのは、もう自分の推してる候補のいいところを言えよと。ああ、英語で言う。その対立の候補のことを、なんか、わーってことを締めようと、締めようと。もう戦い方が汚らしいじゃないですか、そもう。わかるよ。はい、絶好じゃない。なんか、本当に。アルコール飲んだ。いや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 、そっち、何も置いてないです。わかってるやんけ、もう。そこ引っ張らんでええやん。ただあれや、誰がしもね、最初って1年生や。はい、うん、でそっからっていうのは、ほんである程度の知識っていうのも植え付けてきてからやるっていうのもあるけども、はい、でも真っ白な、ね、とこから入って勉強してもええとは思うのよ、はい、志があるならいいですよ、うん、本当にそうだと思うで、はい、ほんで、なあ、マイルドが言うたように立候補した人のええとこを言うのはええねんけども、相手の方をガタ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 、はい、ほんでそういう方々って口汚いやん。汚いっすね、うん、応援されてる人言えへんのかな、うん、君ら口汚いでってちょっともっと襟正しましょうと。そんな君らはそんな ちょっと僕のイメージも悪くなるから、もうちょっとほどほどにしてくださいとか。でも言ったらいいですよね。そういう口悪い人のことを応援されてる人、あの過去のツイート見たら口汚いけどなやっぱそうですかっていうのがあるやん、うん、はい、うん、だからまあそんなもんやろうなとか思うわ、うん、ほんまに人のことを貶めるようなこと平気でな。だからちょっとなんか憎しみとかを煽ってるんですよね。だからもうみんなで怒りましょう、みんなで戦いましょう、でこれは喧嘩ですよみたいな、うん、まあ、こんな直接には言わないですけど、もうそう言ってるのと一緒ですよ、うん、そうそうそう、だからこれは命がけの戦いだとか言うてるけど、ほんで相手を叩きのめしてでもとかね、はい、いやいや違うがなって、うん、そんなんじゃなくて、いやほんまにこの国にプラスになることやったらええけど、はい、うん、でまずそういうね、
ギャー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 言う、俺らの時代なんかお前ギャー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 言うやつなんかお前、下手れ丸出しちゃってんけどな。ほんま言いたかないけど。こればっかりのやつはね。ほんまに。はい、俺その口やってんけど。やかましたな、いや、もう言うてないですよ。もうあれやな、ピン芸っていうのはそうやって何も言うてないじゃないですかって終わらすな、これ。コンビ芸っていうのはな、はい、こう、うまいこと。そうなんです。ちょっともう、ちょっと自己完結しか、ちょっと僕できなくてすみません。あかんで、お前。コンビネーションっていうのかな。ほんまにコンビネーションせな。はい、あかんで、お前。もう今こうやってちょっと勉強させてもらってます。はい、勉強。ほんまに1年生か、お前は。1年生じゃないか。もう22年生ですよ。ダブりすぎや。ダブりすぎですね。ずっと1年生のとこ止まってるんです。そうなんで、うん、だからああいうのもあかんし、やっぱり、ね、いろんな人も、ガーシーも、ね、ああそうですね、東谷さんも、ね、すごいな、ああいう方が通るっていうのは、やっぱり政治家は、やっぱり一票って積み重なったら、はい、怖いでっていうことを、そうですよね、気にするようにならなあかんよな。はいはいはい、うん、で僕後藤輝樹さんっていうよく選挙出られる方いてるじゃないですか、ものすごい政見放送で下ネタをうわーってやったりするな、そんなん見てない俺そんな、で方がいるんですけど、その人も確か10万票ぐらい取ってますね、東京の。面白がってんねやろそれ。でもしですよ、この人が当選したりとかそういうことが、起きた時にですよ、結構やっぱりもういやみんな選挙行かないとこういうのが誕生しちゃうよっていう意味でも、本当に政治に目を向けて選挙に行きましょうよとは、ね。でも10万票ってね、はい、東京ドーム2試合分やで。はい、めちゃめちゃやで。いや、めちゃくちゃですね。そやろ。ほんまに。俺らがイベントやったら、一生かかっても入れへんかも。うん、いや、そうですよ。そんな悲しいこと言うなよ。いや、もうわかりませんよって言え。いや、すいません。お前はほんまに。10万はもう無理じゃないですか。何が、わかるか。あれな、できないことを、はい、できない理由を考えたらあかんっていうのが最後の安倍さんの演説やん。なるほど。お前は、ほんまに、安倍イズムって俺らないけどな。はい。安倍さんの言葉はやっぱちょっと胸に。ああ、そうそうそう。はい。当選した意外な党とか。意外な党。参政党は、あれですね。やっぱりちょっと頑張ってほしいなっていうところはございますし。うん、もっと取るんじゃないかって言われてましたけどね。まあ、一議席ですね、うん。でもこれから違う、その、はい、うん、やはり、あれは、分からへんで、自民の保守が流れたっていう、俺とこにも洋さんコメント来てたけどな、はい、賛成度一択でしょうと。僕は創価学会の知り合いに、すいません、名前出して、大丈夫ですか、の方から、賛成党に入れてくれって来て、って思って、うん、公明党じゃないんですかって言ったら、いや、賛成党を今回支持すると公明党だけでは日本は良くならないと思うから俺は応援してるとかって言って、あ、こういう学会の方もおられるんだなと。ほんまに、うん、そう、今ざわついてるで、誰やって探せって、いや、そんな、その人、その人お前マイルドいらんこと言うなって誰それ。まあ、ちょっと名前は当たり前じゃん、芸人なんですけどね。うぜ、お前言うな、お前芸人とか。すいません、ヒント出すな。先輩です。だからそういう熱い人やねんやろ、はいはい、だから、ね、そういう方々が増えていったらええと思いますよ。そうです、ね、本当に、うん、俺はもう山田博さん、はい、元杉並区長の、はい、あの人の成人式の演説っていうか、その新政治に対して、はい、話してるのを YouTube で見て、杉並区の、あ、言うてんやんけ俺、はい、元区長な、すいません、うん、はい、ほんまにもうこれ取ったらもう解散やねん。いや、そうなんですか、ね、飯行けへんねん。そうですか、この、いや、この後ちょっと、うん、まあまあちょっとお食事もあるのかなと思って。いやいや、もうお前冷たい。お前もう今飲んで。すいません。それで、は応援させてもらいました、はい、うん、そんなんで、これからどないなっていうかも分からへんけども、あと気になるっていうのもありますけどね、ごぼうの塔っていうのもね、はい、ボブ・サップとかピーター・アーツが出て、はい、ね、あれ根っこをっていう意味で土に根を生やしてっていう意味合いなんでしょ、うん、だからいろんな政党が出てきて、いろんな方が興味持って、うん、ただお前が言ってたようなその下ネタとか、はい、やっぱり政見放送はちゃんとやってほしいなと思う。いや、そうですね、うん、
ほんまに。それを例えば外国の人が見た時に、あ、日本ってこんなことが許されてるんだとか。まあ、ある意味自由やけども、まあ、履き違えてるやろ、ね、自由を。はい、だから、その、何でもかんでもっていうのではなくね、ルールの中でやってもらいたいと思うけども。はい、そうですね。うん。だから、お前もあれ、で、結局、選挙行ってないんですやったら思うけどな、お前。いや、そんなわけないじゃないですか。じゃあ、お前、ほんま乗れへんな。お前。すいません、今振りを見逃してしまった。お前。いや、実はそうなんですが、一回乗ったらええやん。言ったらよかったですね、本当ですね。お前、なんやねん。あれ、あれも、工場委員会で工場してないやんけ、お前。そうですね。ただ、本当にもうこれ、来週というか、ああまあ、オンエアなんですけど、ああまあ、中も、始まって10分ぐらいで心が折れましたね。本当に。ちょっとよかったら見てください。いや、よかったね。お前の折れるとこ見たないやんけ。ほんまに。だから、なんか頑固やな。いや、すいません。ちょっと、もう真面目なスイッチが入って。何が真面目なスイッチじゃ。ほんまに。そんな、まあ、真面目なスイッチ入りすぎやで。うん、ほんま。自分見てるみたいで嫌やよ。俺がで真面目なスイッチ入る。ちょ、政治の話してるときは。でもそんなんもう芸人やねんから、はい、もっと。だから選挙チーズ前当日、僕当日行きました。ちょっともう当日まで比例だれ入力本当に悩んだ。悩みました、ね、比例が悩んだ。悩みました。あ、東京選挙区のは悩まんと、はい、東京選挙区の方生稲さんに入れようと思ってたんですけど、うん、ちょっとやっぱり僕正直まあ個人的感じですけど、山添さんとか山本太郎さんにはちょっと通ってほしくないっていう気持ちがあったので、うん、じゃあちょっとその対立候補で生稲さん入れてて、こういう投票の仕方も良くないなと、やっぱ好きな応援してる人いると思って、靴沢さん、靴沢亮次さん、はい、何やったっけ、一人でやってはるやつやな。そうですね、うん、はい、まあ、そんなんもありますけど、はい、俺はね、もう行って決めて、おお、しゃがれ一人長かったよ、俺。ずーっと、こう。あ、見ながら考えて。見ながらずーっと考えて。ほんで、この人どうやったっけとか言って、はい、検索して。うん。で、ずーっと。しゃがら、変に思われたと思うで。あんなとこで長いことおらんやろ。はいはい。なあ。あ、決めてきてないんだって周りから思われてました。決めてきてないんじゃって、決めきれへんやんけ。しゃがら、あれは比例は、その決めたで、はい、あ、山田さんやけど、その東京のとこどうしようか、あ、うん、どなたになんて言わなあかんねん、それはちょっとまあ内緒で、誰と思う、いや本郷さんも靴沢さんに入れたか、まあ、いや生稲さん、いや分かれへんな、これ内緒。これ内緒ってないやねん。そうそうそう、お前。ちょっとほんま、好きな子であるみたいな話してみて、ちょっと気持ち悪かったです。気持ち悪いというか、ちょっとボケるよ、お前。そんな。出てないやんけとか言わせや。ああ、なるほど。出てない人の名前を言うて。なるほどって。なあ、ほんまに。ほんまびっくりするわ、ほんまに。マイルドと、頑張って。ほんで告知はないの？告知、あ、単独ライブを8月の7日に、日曜日なんですけど、4時半から渋谷の無限大ドーム1という会場でやりますんで、よかったら。東野幸治の誕生日の1日前やな。あ、そうですか。88文鎮デーの日やな。東野さんが。88文鎮デーって知ってる？いや、知らないです。88でメガネの形やろ。はい、じゃあ、文鎮さんが、文人賞は、NGK で、うん、お前全然知らんから話も弾めへんわ。お前。そんな話知りませんよ。そんな話知りませんよ。失礼です。そうや、ほんまに。この地下、地下、地下、地下芸人。地下芸人ですか。ほんまに。どこでやんの？渋谷の。渋谷。はい。無限大ドーム1。ああ、ドーム1、はい。お客さんは入んの？今んところまだ7枚しか。売れてなくてですね。8月7日やからじゃん。いや、それに関係してたら嫌ですけどね。それで7枚で止まってんの。乗れや、そうなんですよ。なんで分かりましたとか言う。明るく言えや。まあ、向上してないな。すいません、本当に。これからの伸びしろに期待。ないわ。23年目から急に伸びる。伸び。絶対ないわ、お前。ほんま。1回。はい。1回。1公演だけです。1公演。ゲストはもうなしで、もう90分一人で。
何やんの？もうダーッとネタをもう10本ぐらいコントをやろうかなと。コント全部考えた？もうできた？今でも13本ぐらい作ってるんですよ。これをまたどれをやるかをちょっと厳選してだから3ヶ月ぐらい前から3本切るだけやろ。いやいやそんなことないです。なんでやねん。もう厳選します。ほんま日本とかではあんの？いや日本になるってことはないですけどまあ10本前後はいやります。あ、90分90分やりますんで、はい、頑張って、全然もう喋りなし。喋りは最初ちょっとやります。はい、ちょっと政治のこととかも喋るかもしれないですし。そんなもうええわとか言われたらどうする？いやいやいやで政治そんな好きな人に見に来てもらう。いやその政治の話だけを聞いたらみんな帰ったらどうする？いや結構このコントの中もね、結構そのちょっとイデオロギーとかちょっと僕思想心情入ってるようなネタもやるんで最後まで見てほしいです。ああそう、はい。ぜひと。でもあれやろ、大阪と神戸でやったやつはよかった？あ、よかったです。折島さんとやらせていただいたやつも、はい、最高やんな。はい、よかったです。大盛況で。大盛況で、はい、またやんの？そうですね、また来年やりたいなと、はい。ピンでやるやつは8月の7日で7枚しか売れてないということで、まだ売んの？当たり前じゃないですか。そんなどこここでストップしてどうするんですか。かっこええやん。来てほしいんで本当にお願いします。かっこええやん7枚でって、まあ、そういうところでも時間もね、はい、ないんで、はい、最後、はい、結婚はせえへんの？いや結婚のお知らせをできるようにそれも頑張ります。そんなマジかお前。そこをお前もういてますねんとかちょっと嘘でもいいからついてええやんけ。いや全部間違えました。まあ、間違いだらけ。全部間違えます。全部間違えるというのもすごいことですよ。ある意味0点で100点と同じぐらいすごいことですもん。今もそれ今面白くしようとしてるやろ。いやしてます。しました。全然面白くない。全然面白くない。ちょっと頑張ります。また来てください。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。